Travelers. More details and more launch info. こんにちは、スクウェアエニックスの高橋です。本日はオクトパストラベラーの新情報を3つお持ちしました。まずは新たな2人の主人公のご紹介です。What lies beyond the horizon?トレサは一人前の商人になることを夢見て旅立ちます。トレサのフィールドコマンドは買い取る。人々が持っているさまざまなアイテムを手に入れることができるでしょう。 I helped out someone in a bind. Simple as that. 薬師のアーフェンは大陸中の人々を病から救うため旅に出ます。アーフェンのフィールドコマンドは聞き出す。通常の話すでは知り得ない情報を聞き出すことができます。2つ目の新情報はバトルジョブ。各キャラクターには基本となるベースジョブがあるのですが、バトルではもう一つジョブを装備することができます。商人のトレサが踊り子のジョブを装備すると、ジョブとアビリティの組み合わせで戦略が大きく広がります。さて、3つ目の新情報、発売日が決まりました。7月13日発売予定です。さらに海外向けにはご覧の特別版をご用意しました。中には8人の主人公と彼らの出身地を形にしたポップアップブックや、冒険に役立つ世界地図、さらには本作で使用するコインのレプリカなどが入っていますので、ぜひお楽しみに。特別版は通常版と同時発売を予定しています。皆様からいただいたご意見を参考に、そして励みにしながら、開発チーム一同ラストスパートです。オクトパストラベラーをどうぞご期待ください。 The game soundtrack will also be available to purchase digitally at a later date.